目標に接近しました。レナ、来てくれたのか。助かった。作戦の変更だ。今回の専用機の行動はクラークソン代表とフィオナによるスパイ活動だということが明らかになった。護衛の任務を解除、専用機を撃墜せよ。了解しました。待てよ、あそこにはフィーがいるんだ。本気か、レナ。待て、撃つな、やめろ。その事実の確認は不可能。命令を優先します。いや、通信機はジャミングで壊れてんだ。なあ、フィー、答えろ。目標はあなたに任せます。俺はフィーを助ける。命令違反。こちら NEU、 ユーピオ専用機を制空圏内へ誘導します。空中給油を受けてください。機体を適正な位置に合わせ安定させてください。リキュー。ようこそニューコムへ。我々は明日の世界を創造するソフトウェアの供給を目的に活動を続ける複合企業です。ニューコムグループはコンピューター関連での環境開発を中心とした情報環境開発事業部ニューコムインフォを軸に、宇宙環境開発事業部ニューコムスペース、生命環境開発事業部ニューコムバイオ、通信環境開発事業部ニューコムスフィア、広報外務部ニューコムパブリッシングという大きな5つのセクションに分かれ、まず最初に、今回私たちの無作法な訪問にもかかわらず嫌な顔一つせず扉を開け温かく迎えてくれたニューコムの皆さんに感謝を。一人のパイロットとあなたたちの勇気ある決断が私たちを救ったのです。そして私は今日の出来事を忘れることはないでしょう。本日午後3時をもってユーピオ代表議員ガブリエル・ W ・クラークソンは私の部下と私の専用機乗務員38名と共にニューコムグループへの移籍を宣言します。この決意に至る。はい、クラークソン代表議員による緊急記者会見をお送りしていますが、どうやら中継の音声が途切れた模様です。中継の回線がつながり次第会場の映像に戻りますが、
それまでもう一度今回の遺跡劇についての現在までに分かっている情報を整理したいと思います。代表を乗せたユーピオ専用機からの無線をニューコムが受けたのが本日の午前11時頃。同機は明日からレイニー岬で開催されるメリトン地域緊張緩和協議会へ出席する代表を乗せ、ケープレイニー空港へ向かう途中、ランバート山脈地区上空でゼネラルリソース所属と思われる戦闘機からの攻撃を受け、同機の護衛機と交戦状態に。その直後、同機は続いて現れたユーピオ所属らしい別部隊からも攻撃された模様。そして同機と護衛機はコースをニューコム制空圏へと変更、午後4時テニス空港に緊急着陸したのです。ニューコム側の情報筋ではこの事件をかねてから穏健派としてニューコムとも友好関係にあったクラークソン代表を暗殺する目的でゼネラルリソースと一部のユーピオが共謀したものと判断している模様です。そしてニューコムが今回事実上クラークソン代表の移籍を受け入れたことで、今後のゼネラルリソースとニューコムの関係に大きな緊張を生むのは避けられない。あ、いたいた。ちゃんとニューコムに転職できたみたいね。それでこっちでも私たちまた同じチームに決まったからよろしく。まあとりあえずそれだけ。あいた。分かってる、ちゃんと言いますから。まあさっき議員から聞いたんだけど、うわっ、じれったい。ありがとう、心から感謝するわ。あなたの決断が議員とフィーの命を救ってくれた。その決断と行動力にこれからも期待してる。あ、そうそう、私はシンシア、 NEU チーフコンサルティングパイロット、つまりあなたの上司です。はじめまして、よろしく。もう姉さん変わってよね。それからフィーはね、私にとってたった一人の妹でもあるの。だから個人的にもあなたにはすごく感謝してる。それじゃあ次は任務でね。バイ。なんで切るの。停戦状態にもかかわらず度重なる攻撃を仕掛けてくるゼネラルリソースにこちらから攻撃を仕掛けます。新開発の高高度攻撃機モビュラで出撃、そこから古機のレモラで発進してゼネラルリソース所有のホワイトバレー空軍基地を破壊してください。ユーピオのエース、うちの新型乗り心地はどう。さあ実力見せてもらいましょうか。レモラ、モビュラから切り離します。リリース。リリース。ハリコの虎とは違う。当たり前、これがニューコムの力でしょ。
の増援部隊が迫っています。引き続き残存兵力を相当してください。アップデートタイム空間リミット考えてみて。燃料タンクをやる。レーダーを狙う。
ホワイトバレー空軍基地の破壊に成功しました。今日はお疲れ様。新しい環境にもすぐに慣れてほしいと思う。君には期待している。今回の転職はいわば巻き込まれた形での結果だけど、ここはゼネラルやユーピオと根本的な考え方の違う組織だから、私たちニューコムが目指している新しい世界を自由に自分の目で確かめてほしい。そして早くニューコムの一員になってほしい。これから一緒に行動することが増えると思う。今日の活躍、今後の力になるはず。では。あっと、フィーです。もうニューコムには慣れた？私はずっとこっちの考え方を姉から聞かされてたから、その反発もあったから、なかなかね。まあ、あんなことがあって戻る場所なんてなくなっちゃったんだから、やるしかないよね。というわけで、続いての話題はニューコムのみならず他社でも注目の新技術、サブリメーションによる人間の意識の複製。まずは実際に現場で指揮を執って開発を進めていらっしゃるニューコムのサイモン博士とデータスワローでつながっておりますので、そちらから。こんにちは。あ、もう喋っていい？じゃあ、まあ歴史についてから話そうか。まだ政治が権力を握っていた頃のコンピュータ技術は人間の道具に過ぎなかった。そして私たちは SF 小説や映画、テレビゲームといった空想の中だけでコンピュータや機械に人格を持たせて、ロボットやサイボーグといった夢を見ていた。しかし、いまだに人間の複雑な感情を持った賢いコンピュータや人工生命には私、お目にかかったことがない。それはなぜか。もともとの発想が間違ってた。そう、まだ無から生命を作るのは神だけができること。そうではなく、私たち人間の方が機械やコンピューターになるのなら可能性がある。例えばだ、私はメガネをかけていますが、これも考え方によっては一部を機械化したサイボーグとも言える。こうした人間の能力を補うための機械群、その延長にある究極の世界が人間の脳を構成している人格をそのままデータとして数値化し、コンピュータ上にコピーする、いわば脳のデッドコピー開発。それが私の研究です。いいですか。これはかつての夢物語ではありません。実際この計画に賛同し、実験参加希望者もニューコムから続々と申し出があるくらいで、一部のマスコミが私と私の実験のことを叩いておりますがね。そりゃ昔の人が飛行機の姿を見て、あんなに重い鉄の塊が空を飛ぶのかと非難していたようなもので、馬鹿げた臆病者。ああ、すいません、何か回線の状態が悪いようですね。博士、聞こえますか？ではここで一度 CM に。割り込みで失礼。出動要請です。詳しくはブリーフィングで。新しい R ナンバーも配備してあります。自分に合ったコフィンを見つけるためにもいろいろと試して。では上で会いましょう。